カンボジアツッチーノバー研究室マウシム蒸留所巡りの旅でございます。コラボ旅です。よっしゃえい、えい、とうとうやってまいりました。やってまいりました。コラボツアー、はい、なんてもう企画してました。1年くらいやってましたよね。企画自体は。そうか、そう1年、まあでも3月ぐらいからですか。3月ぐらいからやってんのか、はい、半年くらいやってましたかね。やってたね、いろいろ打ち合わせて、うん、まあ今こう皆さんにお出しする時が来ましたよ。はい、はい、すごい楽しみです。はい、いいと思います僕これ。本当に個人的にめちゃめちゃいいと思います。いいよね。そもそもですよ、うん、カンボジアなんて行かないな。行こうと思いますか。行かないな。確かにそうなんですよ。普通に生活してて、まあ、旅が好きとか、うんうんうん、東南アジアよく行くんですって人は、はい、個人旅行でガンガンカンボジアってありかもしれないですけど、うん、人生に一度ないよね。ない、選ばない、ね、選ばない。どうせ行くなら先進国行っちゃおうよ。ヨーロッパとか、ね、アメリカとか行っちゃおうよってなるところ、はい、カンボジア。カンボジア、カンボジアって正直行きにくいんですよ。言語がまず通らない可能性が高い、うんうんうん、そうね、まあ、首都とかだったら首都圏だったら英語通じますけど、ね、英語が通じるけど、はい、地方に行ったりとかガチガチ首都でもガチガチローカルのおばちゃんとか英語1ミリもじゃないですか。そうそうそう、ノリで行くしかないノリで行くしかない。ノリでってなった時に、うん、まあ、東南アジア行くんだったらタイとか、まあ、ベトナムとかね、フィリピンとか、うん、まあ、なんかそういうとこ選ぶでしょうね、うん、普通はね。意外と個人で行くと金かかるんですわ、あそこ。あ、意外にかかるんかね。まあでもですよ、はい、ヨーロッパとか先進国考えてる人からすれば絶対的に安い。そうですね。し、またあのカンボジアとかそういうとこ個人で行く人に向けても、うん、こんな回り方はできないかなっていう。あ、まあ、はい、ものが出来上がってますので、はい、そちらね、ご説明したいと思います。はい、はい、特徴今日も行ってみよう。ツッチーとマウシム蒸留所のコラボ旅でございますが、はい、出発日ですね。はい、はい、2024年の2月6日来年2月6日、はい、はいはいはい、これは何ですか、4泊6日っていうやつですかな。そうですね、はい、まあ、金額から先言っときましょうか。最後がいいんじゃないかしら。そうですか。なんだテレビショッピングみたいなね。あの詳しくは概要欄貼ってありますからね、はい、そちら見ていただければと思いますけども、はい、このツアーのポイントです。はい、はい、今注目の YouTuber ツッチーのバー研究室のツッチーとね、岩ちゃんが投稿します。一緒に行きます、はい、スペシャルプログラムでございますよ。はい、あの岩ちゃんの顔も見られるっていうことですね。一緒に酒が飲めます。そうです、朝から晩までビール三昧です。いや、もうほんとそうだよ。ビールがね、100円しないんだから最高ですよ。で、ワールドジンアワード2023ゴールドメダルを取りましたね。はい、世界一にもなりました。はい、マウシム蒸留所へ潜入。世界一ですよ。そうなんですよ、これすごいです。世界一。そうなんです。世界一。なんかね、あのゴールドメダルって、ね、各地域で選ばれるんですよ、うん、で、そのゴールドメダル取った中でまた1位を決めるんですよ ね。それで1位になったんですね。そう、なので世界一、世界一、その蒸留所へ潜入するっていうような形になってます。まあ僕らの動画でもね、うん、出してますけど、はい、そちらへ行けるっていう、はい、ことです。はい、で、そこで、そこでなんと、そうなんですよ、今回、まあこの先ね、うん、前回動画出した時に土バッチってのがあったんですよ。一晩で300本売れたという、はい、あれはあの時に蒸留したマウシムのトロピカル&シトラス、はい、それを土バッチとのコラボという形で販売したんですけど、はいはい、じゃなくて、うん、今回は完全に土バッチの味で、土オリジナル味を、チーノバー研究室マウシム、そう、完全に味変えて、はい、特別編として出します、はいはい、それの候補が今上がってるんですね、はい、この味この味この味って候補が上がってるんですけど、このツアーに参加してくださった方で決めます。そうそう、みんなで決めようよね。みんなでこう試飲して、あ、これがいいんじゃないかっていう、はいはい、そういう風に決めます、うん、はい、そういうイベントもあり、はい、で、あとはまあビール工房だったりとか、はいはい、その他蒸留所にも行けるということですよ。カンボジアにある有名な、そうです、蒸留所、もうほぼほぼ網羅するんじゃないかって。まあね、そうだね、有名なところね、うん、はい、個人で行こうと思ってもなかなか行けないよ。行けないですよ。アポイント取って、そう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 、いついつ行くから見に行かせてよって言ったとしても、ノーって言われちゃう可能性もあるようなところに、そうですそうです、マウシムの、現地マウシムの隊長が、はい、そうそうそう、松崎さんと向田隊長が
ね、ご尽力なさってくださいましてね、いけることになっております、はい、僕はね、まあ、このあとまた最後に言いますけど、うん、そこが絶対入れないと思うのよ。絶対入れないはずなの。なるほど。でもそこ行けるんでね。そうですね、はい、で発着地はまあ成田以外でもね、はい、大阪、名古屋、福岡も選べるっていう形になってますけど、はい、成田から出発の方は我々と同行です。そうです、そうです、まあ、前日来ていただいて飲んで、ね、飲んで、まあ、一緒に空港行く。ファイナルのコールがかかるまでマックでハンバーガー食べながらみんなでピースで行かなければ。でダラ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 できるという多忙水に行こうとそういう感じで、はい、はい、そういうことができます。はい、って感じでね、マウシムさん、まあまあ、動画見ていただければなと思いますが、ように貼っておきます。はい、行きます。初日、成田発ですね。ああ、まあ他の人は別でもありますけど、はい、で空港にてプノンペンってことで、これはあれですな、乗り継ぎですね。ベトナム経由ですかね。まあどこかしらでトランジットして、今直行便が日本国内からプノンペンってないので。そうなんですよね、うん、僕らといえばすぐ乗り換えられます。走ってください。走る、走りますから、ね、すごいダッシュする、ダッシュしますね。はい、あれね、油断すると本当に2時間とか待つから。そう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 、大変なんですけど。でその日は着いたら夜ですから、夕方かな、夕方かな、ね、そうですね、3時くらいの到着になる。そうです、そうです、ちょっと暗くなる前ぐらいに到着するんですけど、うん、まあ日本は朝方出るんですけどね。そうですね。でまあご飯食べて、はいはい、ですよ。あとはもう自由行動っていう形になりますんで、まあマウシム蒸留所の方々、現地の人たちだったり僕らと、まあ、交流会みたいな形になるんですかね。ブラブラしてもよろしいですし、うん、バーとかありますからね、うん、いっぱいある、いっぱいあるし、イギリス人がやってるとかね、いっぱいあるんですよ、本当ね。全然都会なんですよ、うん、想像を絶する都会感、都会感、はい、そして最高のトゥクトゥク感です。あ、トゥクトゥクいいですね。はい、でまあ飲んでホテル泊まりまして、はい、2日目、はい、はい、プノンペンです。午前はこれ自由参加でどこへ行くかお楽しみなんて書いてありますが、なんとこれはまあ観光でしょうね、おそらくね。はい、まあ何か起こるかお楽しみですね。まあ、前日旅の疲れと飲みすぎて、はい、まあ、そうそう、午前中いっぱい寝てたいよって方はホテルでお休みいただいても構いませんし。そうですね、もちろん自由参加なんで、うん、個人的にどこか行きたいところがあるっていう方は、あ、そうですね、我々に同行せずに、はい、イオン行っていただいてもいいですね。カンボジアイオンイオン行ってもいいです。そう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 、カバに行ってもいいですし、カバに行ってもいいしね、高級行ってもいいですし、あ、いろんなとこありますか。はい、いろんなところある。 でこのホテルもね、いいよね。そうですね、うん、ぼちぼちの、なんかなかなかのホテルです。向こうで言ったら中ランクぐらいですか。中の上くらい、中の上ぐらいですか、うん、結構 ね、プールもついてたりとかね、うん、そういう感じのホテルだったと思います、うん、はい、で午後から2日目、午後ここですね、キングダムビール工場ですね。うわ、はい、キングダムビールとは何ぞやと。何ぞやですよこれ、はい、キングダムビールはカンボジアンビールでございます。はい、カンボジアンビールね、僕も飲みました。なんかね、カンボジアには何種類かあるんですね、うん、アンコールビアとかね、カンボジアビアとかね、何種類かございますが、結構美味しい感じで、ここではクラフトビールのシーンがあります。もちろん工場も見学できるっていう、うん、ビール工場見学。そうですね、まあ日本と察して変わらないでしょうけど、もしかしたら向こう、僕も行ってないんで分かんないですけど、うん、もしかしたら日本とはちょっとした違いがあるかもしれないですし、っていう感じです、はい、午後、夕方からですね、はい、マウシム蒸留所、なんとマウシムバーですね、バーですね、はい、あそこへ行きます。参加者皆さんのアイディアをもとにオリジナルジン作りシーンです。ジンコラボマウシム、そうです、そうです、はいはい、そしてなんと、はい、特製ディナー、これうまいんすわ、これうまい、ほんとね。カンボジアの旅行に行って一番食ってうまかったのってどこですかって聞かれたら、マウシムです。うまかったね。あそこの飯が一番うまかったね。うまかったね。うまかった。そうなんですよ。日本国内で食うよかうまかった。そうなんだよね、うん、全部美味しかった。でマウシムのジン飲み放題2時間、これついてますから。でこれ僕バーテンダーとして立ちますから、なので普通にまあカクテル作りますよ、はい、はい、でそのマウシムさんを使ったマウシムジンを使った僕のオリジナルねカクテルとかもありますんでね。売れに売れた、売れに売れたよ。えよくよく考えたらすごい売れてる、すごい売ってる、60杯ぐらい売ってるよね、売ってる一晩で一晩でね、そんな、うん、はい、カクテルもございますんでね、はい、はい、っていう感じです、はい、で、まあ、これここでご飯も終わってホテルに帰るなり、まあ、あとプラプラする人はプラプラするなりって感じですよね、はい、そうですね。で3日目、はい、またこちらも首都プノンペンですよ、はい、はい、午前中、うん、はい、プノンペンの市内散策と蒸留所巡りということで、
ワットプノンやローカル市場などプノンペンのお散歩でございます。おー、いいね。いいね。お土産を買ったりとかね。これがまた面白い、ね、面白いです。ワットプノンとかローカル市場とかだから、あっちの方だよね。あっちの方か。あのね、ローカル市場どこ行くんだろうね。まあね、ローカル市場はめっちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いし、ぜひ値切ってください。うん、で値切るのがわからない人は僕の値切りを見ていただければ。あ、サブチャンでやってたっけ？あ、違う。いや、値切りは取れなかったんだよね。そうね。そうなんだよ。あれは取ってないんだよね。そうなんだよ。取っときゃよかった ね。異常な値切りをしてますから。それね、うん、あ、面白いですよ。めちゃくちゃ面白い。で、お昼をね、自由に食べていただいて、うん、ローカルレストランでもいいですし、そうですね、うん、ローカルレストランいいんじゃないですか。すげえ安くてうまいですからね、はい、あれなんです、300円ぐらい、肉ついて、ご飯ついて、僕のだけジュージューしてるやつでしょ。そうそう、ご飯と、ね、いろいろついて、そう、2、300円だよ、ね、うんうん、すごい、で、それで美味しいっていう、ね、のがあります。さあ、で午後からがこれ本番ですよ、はい、2つの蒸留所に行きます、はい、シーカーズとサマイですね、うん、これね、シーカーズっていうのはカンボジアで初めて作られたジンの蒸留所、マウシムさんの先輩に当たるんですよね、うんうん、メコン地域特有のボタニカルを使用したクラフトジンのみならずウォッカやリキュールなど幅広く製造ということで、これ空港とかにも置いてるぐらい、置いてあった、そう、あの有名なジンなんですよ、うん、そこに入れます、入れます、なんと入れます、入れます。で、その後にサマイ、サマイ、はい、カンボジアで最初のプレミアムラム蒸留所ですよ。ラムです、ラムなんですよ。 IWSC ね、2023ですね、金賞に輝いてますよ、これも。そうですね、はい、あのね、サマイ僕飲ませていただいたんですけど、うまいよね、めちゃくちゃうまい。あれ黒いやつめっちゃうまかったよね。めちゃめちゃうまかった。でね、あの写真も何枚か見させていただいてるんですけど、うん、めっちゃなんかおしゃれだよね。おしゃれだね、うん、そんな蒸留所になっておりますから、はい、そこ巡りますよ、はい、で夜、うん、ご夕食&バー巡りっていうので、うん、まあここは自腹ですけど、うん、まあ好きに遊んでってことですね。そうですね、まあ疲れちゃった人はホテルで、うん、ね、まあどこかテイクアウトで、うん、どこか買ってたりとか、まあ近くにもレストランとかあるしね、あるある、いくらでもあるんで、いくらでもある、はい、あとは僕らとまあなんかわけわかんない日本食料理屋みたいなお腹壊しそうとか言ってもいい。頼んでもない寿司が出てくるから。どうすかこれ。そう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 。で最後味噌汁も出てきちゃって、ラーメン頼んだのに味噌汁出てきちゃった。嘘だろっつって。でみんな浴衣なんだけどね、もう死に装束になってるみたいな。そうそうそう、右前なんですよね。そうそうそう。死んでるって。やべえとこもあります。まあそんなとこ巡ってもいいしね。いいですね。はい、っていう感じです。そんで次の日4日目、ここはねちょっと移動があります、はい、プノンペンからシムリアップってところにね、うん、行きますよ。プノンペン首都ですね、はい、南の方です、ね、そうですね。シムリアップは北の方なんですよ。アンコールワット、アンコールワットですね、はい、約6時間移動、首都から車で6時間、はい、はい、まあみんなでワイワイしながら移動しましょうってことですな、ね、うん、道中ローカルレストランでお昼ご飯、このローカルレストランがまたパンチ効いてます。そうですね、面白いです。面白い、なかなかですよ、あの誤作法がいろいろありますから、はい、いあ難しくはないですよ。難しくない、もらったスプーンはちゃんと拭くとお皿も拭けと、そうで、ボンって勝手に置いてある飲み物は直接口をつけないで普通ソロで吸えっていうようなね、はい、お腹痛くならない、ね、対策がありますけど、はい、午前中出発してお昼食べて、はい、15時頃を予定してチェックイン、ホテル、ね、シェムリアップのホテル、そうですね、チェックインですね、はい、でここいいね、これがいいんですよ。夕方ですよ。夕方。はい。カンボジア最大の湖、トンレサップ湖ですね。はい、これがね、クルーズ&夕日鑑賞ということで。カンボジアビール好き。そうなんですよ。ビールね、用意していただいて、はい、みんなでクルージング、湖をこうね、クルージングしながら酒を飲むっていう。いいですね。いいよ。いい。めちゃくちゃいいと思う。で、水上生活者とかいらっしゃるんですよ。水上生活者とかそういう人たちを見ながらとかもできますしね、うん、はい、で夜はカンボジア伝統舞踊アプサラダンスですね、うん、はい、を鑑賞しながらの夕食です、はい、あ、カンボジアの女の子かわいいっすよ。かわいいね、なんでしょう、かわいい性格ですよ、うん、ですよ、ほんとかわいらしいんですよ。そうそうそう、みんなかわいらしいのね、うん、そうそう、なんか恥ずかしがり屋さんみたいな、そうそうそう、シャイ、ね、シャイですよね、みんなさん、でもフレンドリーみたいな感じがね、うん、あっていいですよ。そう、そうね、でシムリアップにはね、もうバー街がありますから、うん、バーの街ですから、はい、はい、なので、シムリアップの市内へ行っていろんなね、はい、バーを巡って
ってもらうとか、はい、我々と一緒に巡っていくみたいな、はい、そんな感じの、4日目です、うん、そして5日目、うん、はい、これがいいですね。世界遺産アンコールワット観光でございます。一応オプショナルツアーに該当するんですかね。ご希望の方のみってことになってますね。これね、ご希望の方のみはね、朝日の鑑賞がご希望の方のみです。で、アンコールワットとアンコールトム、はい、観光がありまして、はい、で昼はレストランでご飯ですね。でここですよ、これ僕が最初に言ってたの、午後ソンバイのリキュール工房を担保ということで、リキュール工房っすよ。リキュール工房、リキュール工房っていけねえぜ、なかなか。なんかそうですね、だって大体秘密だもんそうですね、見せないっすよ。見せないですね、うん、うん、そうなんですよ。これ結構すごいんじゃない。結構、ね、僕はここちょっと嬉しかったっすね。なんかそれができるって聞いた時にめちゃくちゃいいなと思いました。いろんなフレーバー出してるんですよね、ね、詳細が行ってみてのお楽しみということですね。そうですね、見学とテイスティングができます。はい、はい、そして、夕方に出発の2時間前までに空港へご送迎、空港に行って帰国の途へということで、うん、帰りも乗り継ぎ予定です、うん、そうですね、はい、なので結構よりどりみどり、自由時間はもうほとんどプノンペンですかね。そうですね、プノンペンの方に自由時間があるんで、あとシムリアップの夜ぐらいですか、夜ぐらいですかね、うん、5日目の朝、まあ、アンコールワットの朝日鑑賞しない方は朝も多少あるかなっていう感じでございますが、はい、って感じですね、はい、はい、で6日目に、日本に着ということになっておりますよ。そうですね、早朝かな、うん、おそらく。あ、そうだったね、早朝ですね、8時か9時ぐらいに成田に着くくらいのフライトの予定になってるのかな。なってましたね、おそらく。僕はその日そのまま仕事行きました。これ店やりましたんで、しんどかったですね。僕もその日そのまま仕事行ったそういうこともできます。うーっつって今日帰ってきて今日仕事ってこともできますね。やれながら、まあでも遠方の方は厳しいかも、ね、まあまあそうね、あれは成田だからなんだ成田かみたいな。そうだな、はい、というわけでこれね、人が集まんないと開催できません。はい、はい、10名様以上、はい、からですね。で20名ぐらいまでになりますかね、人数的にね、多分一応先着順そうですね、という形で、はい、もう申し込み順ですね、はい、はい、で添乗員はなしってなりますけど、まあ成田空港だったら僕と岩ちゃんがついてますよって話です。概要欄からその URL 開いてもらうとツアーのページがあるんですけど、うん、食事とかに関しては昼飯がついてるのかな、朝飯がついてるのかなとかいうのは丸とかって書いてあるので、そこで確認いただければなという感じです、うん、で一人部屋がいいよって人は2万1000円プラスなのかな、これ。なるほど、うん、これ一人部屋がいいよって人でも2万1000円しかプラスされないんだね。そうだね、4.5 泊分で。これ2人部屋なの基本？基本2人部屋です。基本2人部屋でこの金額で設定されるんですね、はい、そうですそうです。だからお友達と来る方とか、はい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 、ご夫婦でいらっしゃるとか、まああるかな、あまあそういう方は2人部屋で取った方がいいんじゃないかなって感じです。1人で来る場合はで1人部屋がいいって方はプラス2万1000円お支払いいただくことで、そうですそうです。あとはビザがついてませんから、うん、ビザも取っていただく。15ドルぐらいだっけ？そうだ、覚えてないな。そんなしました？3000円くらいかと思って払った気がします。あ、そうでしたっけ？ビザ。なんか、日本にいながら取れますよ。取れます、取れます。まあ、それは。ネットから取れんだっけな、確か。まあ、また、これね、ツアー申し込んでくれた方には、まあね、ご案内がいくと思うんで、はい、それで、従って取ってもらう。はい。そんな金額しないっすよ、確か。これ大事。旅行代金に含まれないもの。そうですね。うん、はい、読んでいてください。はい、日程表に記載のない観光送迎食事の代金、あ、そりゃそうだ、バーでの飲食費、あ、そうですね、これは書かれてないやつね、書かれてないところね、はい、ホロホロ勝手に行ったバーでの飲食費、そりゃそうだ、実費です、そりゃそうだ、お客様がご注文された飲み物代、飲み物代、追加料金、追加料金の代金、まあ含まれてる部分が結構あって、 そうですね、でそれ以外にプラスアルファなんか頼んだ方がいいってことですね、うん、そうですね、はい、ランドリー代、電話代、通信費などの個人的諸費用、ああこういうのもね、そうね、お洗濯したりとか、電話代、通信、まあ、そんな当たり前ですよね、自分持ち、そうですね、参加なされる方は僕のおすすめのグローバルSIMの会社を紹介します、ああそうねそれを買っといてもらえる、うん、で任意の海外旅行保険料、ああこれもね900円ぐらいであるよ、ある、うん、うん、
い、安い1000円しないぐらいで、そう入れる場所があります。2位なんでね、まあでも入った方がいいと思う、入った方がいいと思います。何があるか分かりませんので、うん、そうそう。で、日本国内の交通費、はい、ご自宅から空港までの間なんで、あとはもちろん、もちろん、皆様ご自身で負担していただくと、はい、でさっき言ったカンボジアの、はい、ビザ、はい、取得代金、はいはい、ですね、はい、で事前徴収といたしまして、うん、旅行代金に加算して別途次の料金が必ずかかります、はい、航空会社の定める航空保険料プラス燃油サーチャージ、これがね分かんないんですよ。そうですね、はい、上下するとしては約3万円ぐらいプラスってことかな、プラスになるのかな、はい、っていう。で、日本出発空港の旅客サービス施設使用料および旅客保安サービス料、はいはい、成田は3010円取ってますね、はい、カンボジアは5250円かな、5250円、はい、国際観光旅客税っていうのが1000円かかって、はい、これは今からお知らせする旅行代金には含まれておりませんので、はい、3万4万、まあ、4万円ちょいちょい、そうですね、別で税金的なものがかかるよ、はい、ご了承いただいて、ね、はい、そしてですよ、そうですね、2月6日からの旅行ですが、はい、24万4千円です、何の話してんの、安い安いんじゃない、安いと思いますわね、うん、まあこれにプラス5万ぐらいの4万ぐらいかな、まあ、だから30万弱、30弱見ていただければ、はいっていう感じです、っていう感じでございますね、はい、お一人さん、うん、いいんじゃないですか、だからまあ5日間ぐらいいて、うん、まあ1日5万円と考えれば普通の旅行かなと、うん、そうだね、ちょっと贅沢国内旅行ぐらい、うん、そうだね、でも1日遊んだったらそんぐらいかかっちゃうもんね、普通にね、かかっちゃう、かかっちゃう、宿泊費プラス遊んだで5万以上かかってきちゃうもんね。そう考えると海外行けて、でもなかなかこう、そうなんですよ、内容なんですよ、行けないこのね、うん、内容があるわけなんで、いずれは行ってみたかったなみたいな方にとってはすごくいい内容かなと思いますよ。正直我々も企画の段階で悩んだんですよね、うん、あのプノンペンだけにしようとか、あ、そう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 、チームリアップは完全にオプションで、うん、もう僕らはついていかないから行きたい人はどうぞ、うんうん、延長で契約してもらってアディショナルオプショナルツアーみたいなのを組んでいただいてみたいなのも考えたんですけど、うんうん、もう全部やってしまおう、そう、まあ、どうせ多分人生で一度きり僕らはね、あ、そう、もしかしたら何度も何度も行くかもしれない、ね、機会あるかもしれないですが、うん、こういう機会で行ってみようって方は人生一度よ ね、 そうですね、だったらアンコールワットも含めちゃおうっていう形になったんですよね、はい、本当純粋にアンコールワットに行きたいだけの人でもありですよ、この内容だったら。確かに、ね、後半2日間はシェムリアップですから、そう、あとね、あのぬか隊長とかついてきてくれるでしょ、これ、あの、ほぼ現地民です、そう、現地民だからだから安心よ、安心、そうね、うん、なんかあっても、うん、大丈夫って言って、そうだし、まあ僕とか岩ちゃんも一度は行ってますん で、 そうです、ね、ノリってのが分かってますから、分かってます、はい、ここはやばい、ここあんまり行かない方がいいぞ、タミシは食うなっつってそれ食ったんかっていうあそこでは買えねえぞとかねいろいろありますね、ありますからね、はい、まあいろんなコツが多少あるんで、うん、でもそういうのもね、あのお知らせできますから、はい、まあいいんじゃないでしょうかね、ぜひ、てかそうだよな、うん、俺たちと行けるんだぜ安くね普通の旅行でこの金額じゃん、普通、そうだよね、よくよく考えたら、そうだよね、普通に旅行行ったらこの金額ですよ、普通に個人でカンボジア行く旅行で、うん、まあ個人で組んで、まあ、やり方によりますけど、うん、もうこんくらいだよね、まあ、普通に行ったらね、そうだよね、安く行こうとか、うんうん、乗り継ぎ2日みたいなわけわかんない航空会社の、うん、とんでもないトランジットのやつを取っていけば、まあ、ねね、まあ、もう人生の時間を無駄にするトランジットだとか思いながら飛行機回ってみたりとかできる方は、うん、もっともっと安くなりますけど、ね、そう、湿った布団に寝れる方とかもうね、いつ洗ったのかなみたいな黒ずんだ湿った布団で寝られる方とかはもっと安くなりますけど、そうそうそう、オケで水やるタイプのトイレにで大丈夫とか、そうだな、うん、それと同じお水で体を洗わなきゃいけない、歯も磨くみたいな、そうだったら、ね、そんな次元に耐えられる方はもっともっと安い、それは全然安い、僕ら日本で暮らしてて、うん、一般的な環境、あ、そう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 、で
旅行をするって言うんだったら、うん、多分相当安い。安いよなこれ。でしかも調理所こんな巡れるんでしょ。そう俺でさえ行きたいプランだもん。この金額でね。そうだね。で僕らがついてきて、そうですね。でまあ現地のスタッフさんたちも多少ついてくる来てくれるところがあるって考えたら、安心だしね。安心ですね。いい機会だと思いますよね。はい。ぜひ、ね。ぜひ。まあちょっと長いっすよ。ね、6日から、まあ、約1週間まあいかないぐらいですか。そうですね。かかっちゃいますから、ちょっとそこら辺のお休みが取れて、でねお金を用意できる方ってなっちゃいますけど。日曜日に帰ってくるんで。はい。元気のある方は月曜日から仕事に行けるよって。あ、そうですね。仕様になってます、ね。仕様。まあそんな感じですよ、はい、なのであとは本当カンボジアとか東南アジアとか、うん、旅行をね、うん、行ってみたいなって方、うん、ぜひ、はい、一緒に行けたらなと思います、はい、概要欄にね、うん、買ってありますから、はい、そちらから早いもの順ですか、そうなりますね、はい、詳細見ていただいてね、はい、なので気になる方とか本当参加したいなって方はご予約ね、はい、いただければなと思います、はい、はい、じゃあこんな感じでした、うん、ありがとうございました、一緒に行きましょう、一緒に行きましょう、楽しみにしております、はい、また YouTube をご覧いただいてありがとうございます、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。